貧困丸は大連機船が1936年に建造したバラズメミカモズ船。太平洋戦争で日本海軍に徴用され、1944年に空襲により七島で大破放棄された。残骸が戦後も長く放置され、観光スポットとなっている。本船は当時日本の統治下にあった関東州に拠点を置く船会社の大連機船により、 龍号丸9貨物船6隻のうちの1隻として計画された。船舶改善助成施設による補助金の交付対象が第2次助成から関東周知石船にも拡大されたのを利用し、姉妹船のうちで唯一日本政府からの建造費補助を受けて建造されている。工事は他の姉妹船3隻ともにハリマ船所へ発注され、1936年9月20日に 竣工した。船名は、姉妹船と同じく、港の文字を含む名を付けられた。貧困丸の船体は、五千層トン級の船尾機関型である。戦争は、途中に甲板がない一層構造で、煮崩れ防止用の内壁、周囲が補強され幅広の装甲など、鉱石運搬に適した設計となっていた。ただし、船争上に換気用のベンチレーターが設置されており、 鉱石以外の通常貨物の運搬も考慮されていたと思われる。二役設備は船橋前ポート、船体後部に田川市型ポスト、船橋後方甲板中央に門型ポストが設置され、それぞれでリックが付属している。なお、同系船のうち、竜号丸、松江丸、三重丸は3機とも門型でリックポストになっているため、船姿が異なる。 竜509貨物船の設計は、石油タンカーの 1TM 型戦時標準船設計の参考にされたと言われ、船備機関型5000相当級という基本形状が共通する。民間商船として収益した。満州産の石炭を日本本土へ運んでいる。 太平洋戦争の勃発後も民主戦として運行されていたが、戦争後期の1944年4月10日付で、日本海軍により海軍省の一般徴用船として徴用された。マリアナ諸島方面の輸送任務に投入され、同年5月17日から25日には、第3515戦団へ加入して航海し、縦山湾からサイパン島へ無事に到着した。 1944年6月11日、サイパン島へ侵攻してくるアメリカ軍から逃れるため、貧困丸は第4611戦団に加入して、日本本土への退避を開始した。アメリカ海軍第58任務部隊の空襲を受けて、戦団は壊滅状態となったが、本船は損傷しつつも、同月21日に伊王島へ到達できた。その後、特設区戦定。 文丸と航空機の援護を受けて父島まで移動した。父島の二見湾に停泊中の同年7月4日に、再びアメリカ海軍機動部隊の空襲を受けた際、被弾を免れるものの座礁してしまう。同年8月4日から5日のスカベンジャー作戦によりまたも、アメリカ海軍機動部隊の空襲を浴びた貧光丸は5日に魚雷の命中を受けて炎上し、全損となった。 終戦後も、貧困丸の船体の残骸は、父島の境裏海岸に残されたままで、戦争遺跡として、小笠原村の観光スポットの一つとなった。船体は、風化が著しく、海面上に残った部分は少なくなっているが、現在でも残骸は存在している。加入輸送船は、貧光丸、白山丸、日本海丸、大役模様丸、栄光丸、霊海丸、金州丸、 夏川丸、東方丸、清見丸、民東丸、千代丸。護衛艦は、駆逐艦、旗風、解剖艦、三倉、道、三宅、第16号解剖艦、不設艇、佐島、第20号総海艇、第48号奥戦艇及び、特設防戦猛艇,艇、第2号甲和丸。指揮艦は、第5護衛船団司令官の吉富説三少将。船名は、 横須賀鎮守府の護送船団への命名規則に基づくもので、千の位の3は、横須賀、トラック、島間航路の下り方面を、下3桁は5月15日執行を意味する。駒宮は加入船すべてが、被爆沈没としているが、貧困丸はこの時は、沈没を免れている。小笠原諸島父島境浦海岸に残る、貧困丸。ありがとうございます。